こんにちは、藤川です。横尾さん、大和田さん、高木さん、そして先日お集まりいただきました、受講者の皆様、本当にありがとうございました。少しでも情報化を進めたいという思いでご説明いたしましたが、何分にも短い時間、具体的な例も一つも紹介せずに終えてしまったというところで、後悔しているところです。そこで、一本ビデオを作ってですね、皆様にプラスアルファの、情報を提供したいと思いまして、このビデオを作成しております。テーマは、一枚の写真にご自身の言葉で説明をしていくというビデオです。これができるようになれば、商品紹介、イベントのご案内、その他いろいろなケースでご利用いただけるはずです。ぜひ覚えておいていただきたいと思います。今回は Windows パソコンで動画を作るということを前提にしております。もし手元に Windows パソコンがないという場合は、商工会の佐藤さん、清水さんのところに行ってご相談をすればお貸しいただけるんではないかと思います。そういうことでぜひ覚えていただきたいと思います。まず最初です。 Windows キー、これですね、 Windows キーと、そしてG のキーを同時に押してください。大和田さんのサービスで、ご紹介を進めていきますんで、その写真がもうすでにディスプレイ上にあると仮定します。そうするとこのような情報が写真の上に出てきます。こういったものですね。これは、今からビデオを作りますよというサインです。で、こちらに、丸のボタン、これは、記録ボタンです。レコードボタンですね。で、隣はマイク、これ斜線になってますから、これをポンと押すとマイクが使えるということになります。そして、それではこちらのボタンを押しますと次の状態に表示が変わります。というか、先ほどの状態にこの部分が追加されます。これは今動画を記録してますよ、経過時間はこれぐらい経ってますよというものです。そして後々になりますけれども、ご説明が終わってこのビデオを終了したいという場合、この青いボタンを押します。そうするとそこまででビデオが終了するということになります。そういう流れなんですけれども、もう一度、しつこいかもしれませんが、最初の画面の左上にこの部分が出てます。先ほどの 丸が四角に、これは一時停止、停止ボタンですね。こちらが先ほどお話しましたマイク使いますか使いませんかというボタンですが、とにかく注意していただきたいのは、スタートするときには必ずこれをクリックして、斜線を消してください。マイクが使えるようにしてください。ということで、お話が進むということになります。こんにちは。ネイルサロンリゾートの大和田でございます。いよいよ師走に入ってしまいましたね。これから年末年始に向け、たくさんの人にお会いすることが多くなると思います。こんな時、指先にちょっとおしゃれをしてみませんか。女子力のアップです。
ぜひネイルサロンリゾート大和田までご連絡ください。それではこの動画はどこに保存されているかといいますと、実は、これも注意していただきたいんですが、こちらにですね、カバンのマーク、ホルダーのマークがあります。これをクリックしていただきますと、今の、作っているビデオの資料があるわけですけども、ここではなく、こちらのですね、上の方です。この矢印です。この矢印をクリックしますと、これは関係ないです。もう一つポンとクリックしますと、ここに私の場合、藤川智夫って書いてますけれども、通常 PC とかですね、そういった形で表示されているんですが、この中に、このパソコンにこんなものが入ってますよというものがあるんですが、そこをポンとクリックしてください。その中のビデオです。ビデオのホルダーをご覧ください。そうするとたくさんの、ものが出てくるんですけれども、その中に先ほどの私のビデオがあるはずです。いかがでしょうか。ぜひ皆さんも試して、実際に使っていただければと思います。Google My Business や SNS にこのビデオを入れて、皆さんのですね、住みか、インターネット上に皆さんの住みかを作るんですよっていうふうにお話ししましたけれども、こういった情報をたくさん、インターネット上に載せることで、そのスペースを大きくしていくことができますので、ぜひ頑張ってみてください。さて、このビデオを見終わった時で結構です。YouTube の検索に講習会初めてのビデオと2つのキーワードを入れてみてください。すぐにこのビデオが見られるはずです。これだけレスポンス、すぐに情報を発信できるんだということをぜひ感覚でご理解いただきたいと思います。